んばんは、楽勝です。ウイニングポスト9 2022、第何回目、7回目やっていきたいと思います。ちょっとちゃんと配信できてるか確認します。できてるっぽい。ちょっと配信できてるか確認します。できてるっぽい。まあ多分できてる。よし行こう。待って、なんか、よし行こう。できてるね。よし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 。一日空いちゃったからな、日曜日できなかったんで、ちょっともう内容忘れちゃってるかも。今どんな感じだっけ？あ、そうだ、軌道に乗ってきて、あ、ちょっと多すぎる馬が。8頭はな、やってけんな、結構。あ、こいつがね、結構なんか大差勝ちして、新馬戦を。期待できるんじゃねえのっていう話だったね。シャトルランは、スピードないんじゃねえのっていう感じだったね。だから引退候補。ちょっとね、グレイシアの、グレイシアがね、スピード G プラスなんで、子供もちょっと期待できなさそうなんですよね。シャトルラン、待機シャトルの子なんだけど、代表3区もおらんし、ちょっとグレイシア売っちゃおうかなっていう。ミッキークイーンとアイスフォーリスは結構頑張ってるね。まあ、レインフォールもそのうちいいのを生むんじゃないか。シャキアは、シャキアもそのうちいいのを生むんじゃないか。イージスくらい今年の馬がいるから。グレイシア、お前がな、まあちょっと売却候補の繁殖場ではある。今2024年なんで12年目の春って感じかな。よーし、まあお金も稼げるようになってきて、ちょやめてやめて。牧場の施設も整っていくんで、これからなんか使える。これは9月からだよね、確かね。9月から11月までだよね。なんか使えるやつない？持病、あ、やっとそうだ、高松歌劇かなと知り合えたと。これは使えない。有効深めとくか。調教師、こいつと有効深めたいってやつが今んとこいないな。まあいいか、何も使わんで。あ、待って、ツイッターやってなかった。ごめん、しょっちゅう忘れちゃうわ。ツイッターもやっとフォロワーが、まあ6人ですけど、まだまあ6人なんですけど、ゼロから成長したねっちゅう話。ありがとうございます、フォローしてくれた方。リンクをツイート。ウイポ配信、いや配信か、いつもなんて書いてるっけ、覚えてねえや。
ウィーポ92022か。オッケー。オッケー、行こうか。アンサー東川くん、一番人気ですね。まあでもこっからはね、もう架空馬ばっかだから知ってる馬いないからね。うわーでも強いねこいつ。これ勝っちゃうよ。ちゃんと強いわこれ。でも成長型遅めなんだけどね。強いね。これ重賞期待できそうなくらいの強さはしてるね。ベストソリューションとアイスフォーリスナコ、ちゃんと強いわ。一番人気で勝つのが一番嬉しいと。本格化はこれから。あー、また知り合ってきた。なんかね、勝つことによって知り合いもどんどん増えてくから、もう相乗効果だよね。相乗効果でよくなろう。おい、ちょ、怪我多すぎるって。頼むってマジで。根幹距離ついてるんで、わあでも健康がこいつ微妙かもしれんな。めっちゃ上がる。あ、違うわ、あれか、俺がコマンド使ったからこんなに疲れてんのか。若駒ステークス、銀のお守り出るわ。誰だろう、こいつらだろうね。エルローレルかドラゴンセビリア。まあ若駒セックス出とっか。勝てるかは分からんが。シャトルランがね、ちょっとスピードがなさそうな気配するから、もうスピードが分かって、スピードがないと分かった時点で引退させます。ただ一番人気、え、差し、いや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 、先行でいいでしょ。もしかして差しの方がいいの。客室自在ではあった気がするけど。スイートハイタニア先頭。さあアドマイヤマリア一気に来た。残り 200m、 先頭は変わってシャトルラン。2番手はアドマイヤマリア。うーいいよーし、やっと2勝馬、2勝馬じゃない、2勝クラス突破した。長かったな。いいね、待機シャトルグレイシア。でも戸崎がなんだかんだ乗ってくれるから結構強いのかな。こいつも晩成型だから鉄砲ついちゃった。晩成型だからなんかまだ成長してないだけで実は強かったりするのかな。おい、調子下がってきてるって。ひばりステークス、能力はスピードわからな。パワーが異常に高いんだよな。でもこれでスピードあったらさ結構強いよね。1100から1400、1400ギリッシュ。山菜、あー、もう1個飛ばしてこっち出る。ダートかー、こっちは8週か。ちょっと上げすぎだね。関西は？ほい。あー、京都出れるね。ここ出ようかな。はい。はい。クイーンハート。1000から1800の。うん、オッケーオッケーオッケー。クイーンハート確かあれだよね、
G1 マイチャンスプリンターズ NHK マイル。おー強い。かぶってんだよなこのミッドナイトさんと。でももう海外レースは出るだけ無駄って分かっちゃったから、かぶってももうしょうがない。海外馬が強すぎる。いやーセーブしとけばよかった。和田か、まあ悪くはないんだけど。デムロ出てくれんか、デムロ出てくれんか。ピンポーン。あ、変える変える。わ待って、これ銀も1個増えるやつだ多分。銅の守り10個だから。和田か、和田で勝てるかな。じゃん、ダークレジェンド来た。これも架空馬です。架空馬のダートの結構強いやつ。一番人気です。シルバーどれなんだろうね。2番人気は天魔バード、ちょっと怖い。頼む。うわー勝ちそう。いやこいつバリバリ強いわ。こいつなんでアンサートーカーって名前なの。なんか自分でつけたけど覚えてないや。なんでアンサートーカーか。ベストソリューションとアイスフォーリス。俺大概なんか名前の父と母の名前から取るんだけど、なんでアンサートーカーなんだろう。まあでもダービーは出れなそうだな距離的に。金亀コースかな。あ、金亀コースだったらダービー出ちゃうか。サツキ賞 NHK マイルかな。で疲れてるんでどうしようかな。まあ若葉セクスでいいよな。わざわざこっち出る必要ある。出とく一応。疲労減らして上向きにさせてっていうのをやりたい。だから一旦短期放牧入れとく。はい、阪急杯中京記念シャトルラン。はいはい。戸崎乗ってくれるかな。乗ってくれる。あ、こいつも下向きだ。早いね。あーで上向いてくれたらまあ御の字だね。ほい。5番人気。まあ、勝ちはしないだろうな。5着。ちゃんと期待通りの人気通りの着順。シャトルラン。まだスピードわからん。これ飛ばしてるからかな、俺がレースを。んなことない。短期放牧。アンサートが上向いてきてる。3月1週まで。ほい。クイーンハート福永。あー、まあここ叩きだから、まあ、最悪負けても大丈夫。まあでも負けないんじゃないか。敵もそんな強くなさそう。オリーブクラシック、ホープフル一着馬。伊坂の本命馬はうちの馬です。アンサートーカー。父ベストソリューションアイスフォーリス、母その差し足。
クラシックを沸かせてくれるはずです。もちろん人生さんの持ち馬だから持ち上げているんじゃないですぞと。1800から2400ってことはダービー出れる。うわー、調子上がってねえし、畜生。はい、ユリのローズ、肉気、エルサビレッジ、どれよ。おめの松えのか。エルサビッジ、9番人気、少子、笑っちゃうね。うちの馬1番人気です。ユリのクレピーナ先頭、さあクイーンハート、どこどこ、うち、おお、いいじゃん。あ、ちゃんと勝っちゃう。ギリギリだけど。天馬電機2番人気だったね。ちゃんと強いやん。まあ、G13 勝馬ですから。サニングデール、ミッキークイーンの子供。わ、そう考えたらミッキークイーンやっぱ8億で買って正解だったんだ。ボロクソ言っちゃったけど。あんま活躍せんくて。ボバ混合、うわー、いい特性ゲットしたね。土田チートイツ好きそうな顔してるわ。デムーロアンサーとか、まあ、ちょっと調子上げようかな。朝日杯2着にホープフル1着馬がいる。あ、待って、アンビリーバブルいいんだけど。あ、見えてなかった。こいつじゃん、バケモン。バケモンいるわ。梅花賞ってことは2月1週か。あ、2月1週だから気づかなかったんだ。うーわー、これバケモンです。3冠取れるレベルの化け物。うわー、生まれた時代が悪かったね。いや、これ無理っすよ。いくら機種がまだ弱いからって。アンビリバブルのこれ多分無理っす。まあとりあえずこいつの調子だけ上げとこう。究極仕上げではなく軽く上げたい。軽く、いけいけ、これだ。あ、違う、これ A じゃん。え、 B のコマンドないの。心配機能じゃなくて究極仕上げじゃなくて。わー、 A 使う、もったいねー。競走馬の育成度少し上げる。いや、もったいないね。なんかどうせ負けるんだからもう上げなくていいか。調子どう。究極仕上げ、なんか調子上げるやつさ、もう一個なかったっけ。コマンドアナウンサーのやつないな。競走馬を入念にケアして調子を上向かせる。これの異形バージョンが欲しかったな。これ競走馬の育成度少し上げたいもんね、せっかくだから。まあいっか、二重丸じゃなくても。ルビーベール、これもクソ強スターホース各馬。3番人気オリーブクラシック、サトノスイーズ。でもそいつらよりアンビリーバブルが俺は怖い。オリーブクラシックとサトノスイーズダイジェスト。オリーブクラシック
先頭後続とは3馬身以上。うちの馬はこれだ。いやー4着か。まあでもこいつ成長型が遅めだからね。大気ジェスチャーに負けたらいただけんな。せめて3着入ってほしかったな。しかも完敗という内容。精神面が、あーなるほど、精神力が低いか、輸送が響いたか。なるほどね。まあ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 、皐月賞はまあ出なくていいんじゃないか。どうせ勝てんやろ。出とく、とりあえず。でも青葉賞出た方がいいんじゃないと思ったけど、まあ出とくか。賞金は多分3勝してるから足りてるし。シャトルラン、中距離年、中距離年、ミッドナイトさん、まあいっか。これでパパパパパパパ4番人気刺し逃げ、どう。待って、逆に追い込み、いや逃げ、どう。あーダメでした。先行かな、やっぱり。一回ちょっと刺しもやらせてみたいよね。やらせないと能力わからんかな。いや放牧に出してる暇はないね、こいつは。ガンガン走らせた方がいい、こいつは。それとも出れるレースがないのか。あるじゃん。3月5週。あ、待って、あー待って、セーブしてなかった。カーダがドバイ行ってるから。待って、これはやり直しだ。さすがに3月2週からか。あーやっちゃった、めんどくせえことしちゃった。ミッドナイトさんでドバイに行ってるジョッキーをまず確認。ハモノカだけじゃん。川田行ってる、行ってた。じゃあ池添だ、ゾエだ、ゾエ。はい、せっかくだからさ、これ使ってたらどうなったかっていうのちょっとやってみる。はい、調子を上げる、アンサー投下。はい、ああ上向いた。ああそれが欲しかったんだ。でちょっとレース見てみよう、どんくらい違いがあるのか。これで3着入ったら使った価値あったよね。これ先頭2馬身から3馬身引き離す、
残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。2番手はアンサートーカー、オリーブクラシック、差を広げる。オリーブ2着やっぱ価値あったな。これが G1 馬の実力だ。オリーブクラシック、ちゃんとアンビリーバブルに向かってる。アンビリーバブルのね、怖いところは成長型遅めなところ。だから3歳秋くらいから化け物になる。まだ今はね、成長しきってないから勝てるけど、後々化け物になるから。オリーブクラシック強いね。6戦5勝、ちゃんと強いわ。はい、さっき逃げてダメだったんで、まあ先行か差し、まあ本当は中山だから先行の方がいいと思うんだけど、ちょっと差し競馬も見てみましょう。ミュージックグリフ先頭、こういうレースしたいね。こういう馬、こういう馬、このレース。ちゃんと勝ってる。ヒシヤン。ミュージックグリフ三着にブルースグラス、見事に勝ちました。ヒシヤン。5着かな。まあさっきよりは順位上がったね。何も分からずか。チャ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 。結局能力何も分からず。パワーはあるから仲間向いてるはずなんだけどね。はい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 。福永と福永と、いけず。ミッドナイトさんちょっと調子上がりきてないけど、まあいいよ。それとも使うか。あ、やべ、飛ばしちゃった。あー、見ればよかった。ちょっと上向かせるか。アンサートーカーじゃなくてミッドナイトさん。はい。え、あ、やべ、上向きか。ちょっと待って、これごめん もういっか、まあ、しょうがない。アホやー、調子上げるやつかと思った。無駄にコマンド使っちゃった。もともと上向きなのにしゃあないね。あ、やべ、しっかり確認しなかったのが良くなかったね。現場猫だった。ミッドナイトさん、天馬ディンキー、まあ勝てるだろう。サンダーマウンテンが怖いね。ちょっと、まあ、天馬ディンキーよりサンダーマウンテンが怖い。で、2番人気はゲレイロプレート、まあ多分勝てる、わかんないけど。今日レース見ようか。2頭出てるし、多分勝つし。さあ、 G1 高松の宮記念の発想です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の外国サンバが出てなければ、あとスターホースが出てなければ、果たしてどの馬か。1枠1番、この最内枠数々の影の名馬のバルゴフェム、かっこいい名前。影の遠い差しがこの馬の遠いにつけ、あまり人気は栗色のバカ前走でのゲレイロプレート、ここにつなげたいところです。ゲレイロプレート、鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を語り継がれてきた足毛の勇者たち、その伝説を受け継ぐごと悠然とした前走を変え、芝の名手を背に、これ怖い、これ架空馬なんだよね。遅咲きの架空馬、人気はそこ大きな舞台、前走の配昨年の最優秀短距離馬の登場です。当然狙うは連続受賞でしょう。そのためにもここは勝っておきたいところです。クイーンハート、こいつ覚醒だからね。さあ、いよいよファンファーレです。6歳くらいまで活躍するんじゃねえの。パパ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 
レコードもさ更新してみたいよね。パパ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 。これなんで10レースなんだろうね。11レースなのに大概。G1 高松の宮記念ウィップってずっと前からだよね。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦、今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のオーピーソックス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはサンダーマウンテン。スタートいいわ。これやばいな。超いいスタートだったな。それに続きます赤の帽子ガルフアメジスト、その後ろこの辺りで俺の馬はクイーンハート、ここミッドナイトさん、ここリードを広げます。2番手はサンダーマウンテンオリーブ ET、 3番手クイーンハート、この上がってきた上がってきた。コーナーをカーブして、さあこれからです。サンダーマウンテンちょっと怖い。しかしその差はわずか。ここが踏ん張りと今日でもレベル違うかも。ワンツーフィニッシュ。いやもったいねー。クイーンハート一番人気に応える見事な G1 勝利です。もったいない、どっちも G1 勝つレベルなのに。ユーイチもったいないな。かといって海外レース勝てないし、この馬のスピードならば短距離は負けませんと。すごいね。これ自家製サンバですよ。大舞台ゲッチュ、あざっす。パッ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 、ちゃんと強い。嵐三太夫が帰国した。また嵐ヨーロッパ2年連続2回目ヨークが誕生したと。下から見ていこうか。サンライトアポリネス、あーまあまあ強いかも。あ、なんか珍しくそんな強くないね。ベイカバード、あまあまあ強いかも。サンライトアポリネス、あはい、最強最強。ルーラーシップ、ミッキークイーンとルーラーシップの子、ディープと金カメ、黄金配合。あ、微妙かも。これでも高く売れるな。1億3000、1億6000くらいで売れるんじゃないか。カルストンライト、アンサートーカーが、ほほー、病気多い。あら、上回っちゃったか。陰キャメガネ、ぶっちゃけ一人なんだ。男のツンデレって結構きついね。トリマ、このなんか何も相手にしてない感じがいいね。フリタニ、さすがギャル。ナイスナイス。バラバラララバラバラララ。クイーンハートはビクトリアマイルに行ってと。ミッドナイトさんは根幹距離ついてるから、まあマイラーズか。マイラーズ行って安田記念か。海外走っても無駄だし。海外が強すぎるんよな。こいつも G1 馬なのに。チャ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 。こいつの能力どうなの結局。こいつじゃなくてこいつ。勝負根性は低いね。勝負根性なんかいらないから、差し馬だから。賢さ B、 精神力が F か。皐月賞ダービーきついね。じゃあね、
オート進行。はい。シャトルラン、頑張って。パパパパ。3番人気。先行で。8着。アルシャイン。各馬ですね。嘘！嘘、デブーロ乗ってくんないの？またやり直しやん。完全に気抜いてた。なんでデブーロ乗ってくんないの？うわ、セーブしてないよ。あー、油断してた。めんどくせえ。またやり直しだ。もうバンバン飛ばそう。申し訳ねえ。やっぱもうこまめなセーブは、こっちか、こっちだな、必須と。こういう風に乗ってくれないパターンがあるんで、もうバンバン進めちゃおう。いや、さすがにちょっと待て、レースは見とこう。なんか知り合い増えるから。はい、2着と。はい、はい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 、でこれもいけずにしとくと。あぶねえ、忘れてたよ。はいはい、デムーロ乗ってくれないんだったらさ、どうすんの？クラシック、クラシック、なんでデムーロ乗ってくれないのよ。いいじゃん、乗ってくれたって。じゃあゾエにする。ゾエに中距離 A なんだよな。川田が乗ってくれっかな。まあ川田、まあ福永にしよっか。福永も乗ってくれるか怪しいけどな。なんか乗り馬いるでしょ多分。でこれをちょっと先行で試してみようと。はい、6着。なんか差しの方がいいのかな。嫌ですと。はい、はい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 、オート進行。はいはいはい、あ、これ見ようか。見忘れてたし。快速自慢集結、驚異の末脚。はいはい、驚異の、どっちも同じこと言われてんじゃん。手抜きか。同じオーナー同士で戦ってますけれども、乗ってくれんか、デムーロ。川田、福永乗ってるわ。マジか、デムーロ。じゃあ、ゾエか。
ゾエに任せるしかないか。一旦ちょっとセーブしとこう。パッパッパッパパ。いやー、がっかりだよデムーロ。うちの馬結構強いっしょ。ダメですか。サンダーマウンテンも敵じゃねえから、もう勝つって分かってるから。ゲレイロプレート先頭2馬身ほどのリード、内をついて2着来ると。ここで先頭変わりました。先頭はクイーンハート、残り 200m、 クイーンハートさらに足を伸ばす。2番ちゃんと伸びてんの偉いね。まあ本調子じゃないからね、ミッドナイトさん。ユウイチが一番好きだわ。ヒヒーン。いいね。まあ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 、頑張ったよ。大舞台ゲット。嵐2年連続。あー、ヨークの性別変わっちゃったかもな。性別まで見てなかったけど、ルーラーシップがそうだ、これが牝馬ってのは覚えてた。うわ、なんか増えてるこんなになかったのに、ありがとうね。パーパッパッパッパー、はいはい、都王子昇龍登るかな。はい、まあこんな感じでオート進行。戸崎で、ここで一旦セーブ、こまめなセーブを忘れずに。差しで、勝っちゃった。あ、差しの方が強いのかもね、この馬。瞬発の方があんのかも、もしかしたら。あー、池添乗ってくれるわ。デムーロー悲しいよ。俺はデムーロのコンビで行きたかったのに。一番速い馬が勝つ、ビクトリーロード、オリーブクラシック。アンサートーク入ってる。いやー、2着だからね、ワンチャンあるっしょ。さあ、勝っちゃったよ。瞬発ちょっとどんくらいなんだろうね。パワーあるから新潟とか走りたくないな。パワーを活かせる馬場がいい。1200で。ああ、京都か。うん、イダテンセックスね。ここは、チャ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 、まあとりあえずここに出とくか。戸崎乗ってくれんから、さすがに。いや、みんなこれ乗ってくれないだろうな。まあお前ワンちゃん乗ってくれるか。それか吉田。
旦セーブ。もううざいくらいセーブしとこ。疲れは、あー減ってきてるね。パッパッパッパパッ。どうかな、サツキ賞。あーめっちゃ強い。4番人気だって。いやでも可能性あるよ。オリーブクラシックとアンビリーバブル、俺はこいつに期待してる。ちょっとレース見よっか、せっかくのクラシックだし。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。はいはい。さあ一番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、勝ってファンの支持に応えたいところです。オリーブクラシック、鳥色の美しい馬体ダンディカリー、前走の敗退を糧にテンマヘイロフト頑張ってほしいところで、直線で後位から前走での構想は決めて勝負なら、その漆黒の馬体、鳥色の馬体アンビリーバボー、美しく生え、ま、数々の影の名馬、人気はそこそこですが、鞍上は人気薄で、アンガール大井差しが芝の名手を設、人気はそこそこですが、その実力は侮れないものがあります。アンサーとかっこいいな、なんか真ん中のあの白いのが。先行馬としては悠然としたその漆黒の馬体に一段と美しく見える。さあいよいよ、パッパッパパ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 パ。ちょ、飲み物取ってきます。先週の桜花賞に続き、今週はボバのクラシック第1弾皐月賞。最も速い馬が勝つと言われるこのレース、中山の 2000m を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さあ最後は大外枠のレッドマージン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、アンサートーカー。おお、いいスタートだね。スタートを切りました。ダッシュよくアンサートーカー行きました。ちょっと前目で運べれば可能性ありそう。先頭には立たなくていいよ、ゾエゾエゾエ、ちょっとやりすぎや。そうだ、何頭か前に置け。いや、ゾエだからね、ワンチャンあるよ。そうそうそう、前に何頭か置きなさい。最後の直線で抜け出すのです、ゾエ。いや、スローペースだってよ。いや、これマジであんじゃないの。前走に続いてここも連勝なるでしょうか。ここでアジュールネイビー先頭に変わりました。ゾエ、ほとんど差がありません。ライクグリーンネス3番手、オリーブクラゾエ抜け出せ。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ、いや来た、オリーブ、オリーブ来てる。ゾエ頼む。何何何、お前何、お前何、ああああ、やめてくれ。なんか福永の追い込み場来た。外からスローだからね、多分追い込みがハマったね、多分。あ、じゃあスローだからハイペースの時ハマるんだよね、追い込みね。まあ、瞬発力勝負になっちゃったのかな、最後。アンサートーカーは位置取りが良かったから2着にこれだと。瞬発力勝負だとオリーブクラシックはちょっと厳しかったか。いやー、結構スローペースの皐月賞って珍しいと思うんだけどな。大概ハイペースになるよね。いやー、ちょっと期待しちゃったな。オルフェーブルの子か。皐月賞大得意でしょ、オルフェーブルの子なら。オーバースケートメイド、一番メイドに向いてない人種でしょ、オーバースケート。いや、ゾウ良かったね、騎乗とても良かったと。
ダービー出ちゃおっかな。いやゾエやっぱ一発あるね。一発ある乗り方してくれるんだよゾエは。インデュライン、なんでお前みたいなやつがマイラーズカップ出てくるんだよ。これねもうバカ強コバ、バカ強スターホースカクーバ、メジロバルカンマジ強かったね。8戦4勝、かわいいギャルのコスプレ萌え。いやこいつ結構強いよな。1着1着1着2着2着だよ。まあちょっとやり直しがあるからこれは審議だけど、ディープインパクト記念弥生賞はじゃららららら、パラパラララ、なんか使っとく。レース後の育成度を大きく上げる、これ新馬に使おうか。どの馬に使おう。ミッキークイーンとキングマン、じゃあフェルガンビートだ、こいつだ、こいつに期待してるんだ。フェルガンビートとイージスクライ、パラッパッパッパラッ、この2頭に期待してるんだ。だからそいつらにつけよう。4週間限定で9月からか、うん、ああいやー OK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 、 これも9月限定かな、ここら辺も。チャララララ、成長健康を促す、これ使っとくか。ちょっと待って、誰に使うかをちゃんと。はいはいはい、ミッキークイーン、ミッキークイーン、ヘニーフーズの子、レインフォール、グラスワンダーの子、この2頭だな。健康はこいつ低いからレインフォールにつけてあげようかな。チャチャララララ、チャチャチャララチャ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 ララチャ、はい、まあこんなもんか。インデュラインいるからマイラーズカップは厳しいかもね。チャラララララ、一番人気だ。でもインデュラインが2番人気、そんなわけ。これインデュラインが勝つよ、見てきた。インデュライン先頭、ほらこいつ抜けないんだから。いや、ワンチャンあるか。いや、勝ったわ。え、インデュラインってなんか、じゃあ弱くなったか。ジョッキーは、ジョッキーは、ジョッキーがもしかして弱いか。ルメールじゃなかった、でも。ルメールだよね。あれ多分なんかあれだな、インデュライン加工補正入ってるな。こんななんか自家製サンバで勝てるような馬じゃなかったんだけど、インデュラインって。それともまだ4歳だから成長してないとこかな。あーでもあれか、俺2018年でアルティメットでやってたから強く感じただけなのかもな。これは今アルティメットの1個下、エキスパートでやってるから、だから勝てたのかも、もしかしたら。アルオニキス、短距離馬、ミキークイーンとキングマンの子だから、まあ悪くないと思う。
チャチャララチャチャチャラチャチャチャララチャチャチャララチャチャララチャ。R オニキス短距離馬、まあ、1200はあった気がする。ダート、あ、芝ダートどっちも走れるんだこいつ、すごいやん。チャララララ C だから阪神だね。これもいいじゃんけど、ここもいい、ここもいいし、ここもいい、ここもいい、ここもいい、ここあり、とりあえずここにしとこう。これ9周 ?8 周で、ミッキークイーンとキングマンの子、スピード瞬発、うーん、これさすがに差し馬かな。福永か、いや福永、ゾエはゾエ、ゾエに任せてみる。短距離得意そうだし、3頭3人だった3人ゾエに任せてみようよ。ゾエ、あ、そうだ、こいつを、まあまあとりあえず松平で一旦セーブして、で種付けと、あ、ちょ、なんつった今、あ、いや、セーブしててよかった。三村、誰が来るの、吉田隼人、あ、ゾエいる、ゾエ乗ってくれるかも。なんでゾエこんなとこいんの、ちょっとちょっと、はい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 、あ、もうやめてやめてやめて、ちょっとネタバレみたいな気持ちになっちゃう。ゾエ、ゾエ、ゾエなんでこんな裏開催ばっかいんの、押されてんの、こんなにいいジョッキーが。まあ乗ってくれるかは分からんけど、一応ね。で種付けと、あ、でごめん、なんつった、クリソビリルがいいよと教えてくれてんのね。はいはい、タリスマニック結局一回もつけてないよね。耐性レジェンド、モザースカットはつけた、カジノドライブもつけた、モンテロッソ、ベストソリューション、サンライトアポリネスはつけた。わ、ダノンスマッシュつけてって前も言った気がする。カルストンライトもつけたよな。栄心光、ビッグアーサー、あ、クリソベリルいいよって言ってる、いいよー、インティー、ノーブルミッション、ちょっと待って、アイスフォーリス、ミッドナイトさん、あ、はい、アルデバラン、ベストソリューション、モズアスコット、グラスワンダー、カルソンライト、ゼロ、うーん、うーんって感じだね。間違えた、コントレイルとかつけたいけどね。モズアスコットつけた、カジノドライブは結局うまくいってないんだね。ベストソリューション、サンライトアポリネスも結局つけてないと、エスケンディリアもつけてなかった。この2頭にしようかな。エスケンディリアもでも微妙だな、なんかときめくのが、やっぱダノンスマッシュかね。ああ、ちょっとやっぱつけたい、気になる、思い出補正ある。スーパーホーネット、
カルストン、ライト、マクフィー。マクフィーはかなり相性いいはず。ちょ、マクフィー行こう。マクフィーつけてないよね。レインフォール。シズリングサターン。極度の近親婚です。ベストソリューション。ベーカバドダメだったと。エスケンデレアもダメだった気がする。カールストンライトもダメだった気がする。モズアスコット。ちょっと待って、こいつ。レインフォール。ベースソリューション、グラスワンダ、ベーカバド。ベッソル、グラワン、ベーカバド。ベッソル、グラワン、ベーカバド。じゃあ、エスケンデリア OK じゃんね。カルストンライトかエスケンデリア。で、カルストンライトがもういなくなっちゃうから、カルストンライトをつけてあげよう。シャキア。パッパッパッパラッパ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 ッ。ちょっと待って、もうやっぱ一回一回見なきゃダメだな。エスケンデレア、ディスクリ、サンライト。エスケンデレア、サンライトつけたと。ロードカナロアつけてー。ヘニー・ヒューズもつけてー。ルーラーシップはちょっとあれだな。ロードカナロア4億。ヘニー・ヒューズ7000。いやー、ロードカナロアつけたいねー。グレイシア。もうこれね、適当でいいよ。もう売るから。ちょっとスピードがね、なさすぎる。だから適当でいい。で、一番スピードが、なんか爆発力がスピードつきやすいっていうのを聞いたから、極力爆発力の高い、極度の近親婚、さすがにダメか。ベッソル、ビッグアーサー。ビッグアーサーつけようかな。ビッグアーサーつけようぜ。で、ロードカナロワをひとつまみ。はいはい、ロードカナロワでよきよきよき。ロードカナロワをひとつまみ。4億だから、まあちょっと廃れてきてはいるね。前年は7億だった気がする。で、セーブ。で、ゾエが乗ってくれるのっちゅう話。乗ってくれないよっちゅう話。まあ、しょうがないね。これやり直すのはめんどいんで。ローカル。乗り換わり、いやね、サシウマ、あーでもローカルありか、こっちでいいか。もう乗ってくれないんだったら出なくていいけどな、どうせ勝てねえから。こうする、回避する、乗ってくれねえんなら。ああ、アンビリーバブル。こいつバゲモンだからな。あとはアンサー投函も。ほう。なんか、パセリみたいな、添え物のように言われたけど。ああ、このメンコだったわ。こいつだ。ちょっと調子、あ、ほら、スピード F だ。引退だ。引退だ。さ
さあ引退だ。ちょっともうグレイシアの子供はあかんかな。ちょっとねスピード F にちょっと時間をかけてられないんだよね、さすがに申し訳ないけど。ミッドナイトさんもちょっと調子が落ちてきてると。こいつに至っては短期放牧でどうにかしよう。5月5週、こいつに至っても短期放牧でなんとかしよう。どう？やりすぎ？クイーンハート、まあ勝つっしょ。ちょっと舐めてるよ。もう勝った気でいる。男馬に勝てんだから女馬には勝てるっしょ。偉大なる母を超えて。オリーブ2頭出したからずるいよ。ずるだよ。ミッドナイトさんが間に合うのっちゅう、ダービー間に合うのっちゅう話。パッパッパッパパッ、ゲレーロプレート。宇野さんなんかアーダコーダ言ってましたけど、勝つのはうちの馬ですよちゅう話。アストロフィライト、ほーん、あー君高松宮記念も出たんだ。僕の勝った高松宮記念にも。ごめん、もう勝っちゃうからダイジェストで見ちゃうよ。はい、強い。安定して G1 勝つやん。強いね。やっぱ次あれだな、レベル上げてもいいな、アルティメットにしてもいいな。強い。こっちスピード A あったっけ？多分 B プラスくらいだった気がするんだけどな。いやもう全然ライバルになりませんよ。全然。クイーンハート B プラスだ。 B プラスで G15 勝できるんだから、まあちょっとぬるいかもしれん正直。アルティメットだな。次はアルティメット変えよう。5年ごとっつってたから2012、17、22、27か、あと3年後くらい、まあ、ちょうどいいんじゃないか。お金もそれなりに貯まってここら辺作るか。花壇早く作りたいんだけどね。長期復興か。まあこれは待て、ちょ待て、まず牧草から。はい、じゃんじゃうんちゃちゃちゃんちゃうんちゃうちゃうんちゃちゃうんちゃ。あ、ダービー間に合った。ミッドナイトさんも間に合うね。いやこれはあれだよ、デムロじゃなくてゾエで出るよ、もちろん。そりゃそうでしょ。そんなデムロ騎乗断っておいてダービンには乗らせてくださいなんて、そんなすごいこと言わないでしょさすがにね。ゾエが取ったあれなんだから、切符なんだから、ダービーへの
根室のりうまいんの？いるくっそー悔しい。どうすか、まだダービーは取ったことないね。メジロバルカン、アンベリーバボー、アンサトーカー、多分底知れぬ実力は成長型遅めの証だろうね。2400ギリギリなんで、あれ使いましょうか。究極仕上げじゃなくて心配機能、びっくりした、ウイルス対策ね。アンサーとか、はい、2000から2600、ありがとうございます。これでダービーも安心して走れます。ミッドナイトさん、川田、福永、川田、福永、インデュライン、川田、でもさっきもこっち選んでくれたし、ってことはインデュラインよりやっぱ強いんだね。わ、こいつ速いな。ちょっと待って、こことか出れるんじゃないの、これこれこれ、はい、ゾエ、まあ川田でもいいけどな。どうする、ちょっと川田にしてみるか。とりあえずこのね、こいつ川田何がいいって、風車持ちも剛腕も持ってんのが優秀すぎる。あ、短距離 A だ、ダメだ、ゾエだ。パーラ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 ー、いや、さっきかなりいいレースしてくれたからね、池添。多分乗り換わりのこ、あのなんだっけ、効果も出てただろうね。うわー、1枠1番、これやらせでしょう、こいつ。一番人気メジロバルカン、メジロバルカンは追い込みか、府中合うだろうね。あ、グリグリ、まあ見ようか、全部隣同士だわ、サツキ勝馬と馬主、調教師、騎手、すべてのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰、東京優勝日本ダービー、いよいよ発走です。うん、うまい。父が駆け抜けた大舞台にその子もたどり着きました。さあ、親子ダービー制覇なるか、オリーブクラシック、こいつの父誰、いざ G1 の大舞台、陣営の期待も高まる。安城は人気薄での名手、一発の前走石灰の無念を晴らすべく振り毛の美しい直線勝負にて直線の差し、マイネルウッドマン、なんか聞いたことあるの。前走の敗戦を決めて勝負ならこの馬にもチャンス、芝の名手を背に、はい、この大舞台に挑みます。安城の好リードでいざ G1 制覇へ、アンサートーカー、頑張って。の主役が登場してきました。こいつが2400をこなせるのかどうかだな。2冠目に挑みます、メジロバルカ、人気はそこそこですが、その実力は侮れないものがあります。語り継がれてきた、え、クロスリングってこいつもめちゃ強スターホースだわ。でも2400走れなかった気がするな、中距離までじゃなかったかな。サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台で、さらに先行馬としてはやや振り色の馬体、2頭いんのか、クソ強各馬。さあ、いよいよファンファーレです。大外枠か、アルカセット、パッパパパパッパッパー、馬主、調教師、騎手、すべてのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース、実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。
日本競馬の最高峰東京優駿日本ダービーいよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアンビリーバブル、ゲートに入って体勢が整いました。あ、スタートしました。おー、ちょっと間があったね。ダービーは特別だからかな。前に行きそうです。クロスリング、あー、また先行してるね。ハイキジェスター、漆黒の馬体、アジュールネイビー、その後ろアジュールネイビー、先手を取りました西のベルベット。まあまあスピードが高いから前に行っちゃうのかもね。11番アンサートーカー、内からはオリーブクラシック。いや、いい競馬だよ。でもライトカナネ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第一コーナー、いいところいる。超理想、オリーブクラシックをマークしながら、もうね、ここら辺に負けるのはしょうがない。化け物の可能性がある。アンビリーバブル、一番人気のレジロバルカ、現在後方から先頭から最後方までおよそ10馬身。オリーブクラシックをちゃんとマークして、さすが池添。鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から一気に先頭に立ちました。14番こいつ怖いね。15番アジュールネイビー、ギルデアクアップ、この馬もこのグループ大きく離れました。オリーブクラシック、アンサートーカー、それに続きます。内からは頑張れー。大欅を通過。さあ先頭はアジュールネイビー、クロスリング、ほとんど差がありません。ギルデアクアップ、3番手、12番レジロバルカ、まだ後ろ。外だね。外選んだ。かどうか。アジュールネイビー、先頭、内からぐんぐんとクロスリング。さあ、いや伸びてきた。クロスリング、外から勢いよくアンサートーカー、ここで先頭変わりました。先頭はアンサートーカー、残り200。いやネジのバルカン迫る。いやー、つえわ。アンビリーバブル三着にアンサートーカー、ネジのバルカン二冠達成。マジかー、こいつもつえな。いや、菊花賞は多分こいつだな。菊花賞はアンビリーバブルだ多分。いや、でもどうだろう、オルフェーブルの子だから長距離走れるかもな、もしかしたら。メジロバルカンも、いや、3着頑張ったね。ちゃんとオリーブクラシックは勝ってる。いやー、落ち込むことないよ。化け物だからそこら辺は。ちょっと元気なかった。あ、そうなんだ。あ、そう、元気なかったんだって。元気満々に見えたけど、俺には。名品系と根幹、根幹距離ちょっと邪魔なんだよな、正直。ない方がいい。レース、出るレースがね、縛られるんだよ。クイーンハート。インデュラインにはもう勝てることが分かっちゃったから。敵いないかもです。あ、マテンロオリオン。超好きなんだよね、俺。でも、ノリさん乗ってないわ。三浦だ。じゃあ勝てない。この外国サンバ怖いと思ったけど、ロッキンジセーフ7着でしょ。まあ敵じゃないんじゃないか、わかんないけど。まあさすがに休ませようか。まあちょっと次のレース決めたいんで。いやー、化けたねマテンローリオン。好きなんだよね俺、マテンローリオン。種付けは終わったと。6月2週池添。まあカーナでもいいけどな。カーナにしよっか、とりあえず。A でもいいや。乗ってるし S になんだろう。あー、神戸新聞杯。札幌記念行っとく。あ、ちょっと待って、その前に主戦を
ゾエにしとこう。もうこんだけ乗ってくれるんだからゾエに乗ってもらおう、これからも。あーごめんごめん。札幌記念とか出たらどう？厳しい？いやでもかなり疲れてるからやっぱダメだな。まあ理想としては神戸新聞杯出て天皇賞行きたい。で天皇賞行きたい。放牧8周くらいでいいかな。はい。でまあこんなんでいいんじゃないか。ちょっとあれ見よ、メジロバルカン2700か。いやじゃあ多分菊花賞はアンビリバブルだな。福永9005勝で早めか。あーマジでオルフェーブルみたいなあれだね。なんか序盤気象が激しすぎて勝てなかったけど、ここら辺からこれで池添だったらね、ジョッキーがもう完璧だったのに。アンビリーバブに勝てるんだからこの馬も相当強いね。マルジュマルジュってどんな馬か知らんけど、あちょっと待って、プラバスも結構なんか強い位置にいたな。 G1 勝ってんの？あ G1 は勝ってないわ。重賞コレクターみたいな感じになってるプラバス。成長型遅め、ユリのローズ、牝馬三冠から勝ってないやん、ずっと。出た出た、よいしょ。アウトオブアメリカ、あ結局勝ったのかな、ドバイは7着。もう海外行くな、行くだけ無駄だわ。あテイクオフ成長型早めになってるわ。じゃあ4歳で引退するな、遅めだったのに。マスターフェンサー、一番はレッドルゼルなんだ。あそんなことないか。なんで一番上にいるんだろうこいつ。レッドルゼルが一番上、 なんか一番強い馬が上いるイメージだけど。わーでも結構強いわ。インデュライ、あー2着ばっかだね、悲しいことに。ちょっと待ってくださいね。オッケー。うーん、ランナーウェイムードメーカー。あー短距離界はこいつが来るとちょっとだるいな。オッケー、まあこんな感じで。
チャ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 。ミッドナイトラン、クイーンハートが一番人気。もうここら辺いらないな。天魔人気とか敵じゃない、悪いけど。オリーブイーデンも敵じゃない。サンダーマウンテンもまあちょっと怖い。インデュラインもちょっと怖い。ヒシウアス敵じゃない。勝ちます。インデュライン先頭、リードは3マシン以上、その差が広がります。クイーンハート必死に追います。この差は果たして縮まるか。いや、まずいぞ。あと200メートル、まずい、アドバンテージを、まずい。後ろはどうか。2番手は、あすごい強い。インデュライン圧勝ゴールイン。2着はクイーンハート、3着にミッドナイトさん、見事に勝ちました。インデュライン、マジか。わ、ちょ、一回勝ったら多分止まらなくなると思うんだよな、こいつら。いやー、こいつ成長が遅かっただけか。こっから本格化するわ、じゃあ。こっからインデュラインにボコされる人生が始まる。いや、マジか。うわー、悔しい。しゃあない。クイーンハート？いや無理だろ。回避、もちろん回避。アルオニキス、あ、カード乗ってくれるわ、優しいね。完了。あー、チョコローテいくか。大舞台直線、まあ、ちょっと考えよう、考えよう。12戦4勝、まだ12戦しかしてないんだ。バラ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 、何この短期って。あー、まあ、こいつは鉄砲ついてるから。あ、ちょ待って、そういえば指示もしてなかったわ。おいおい戻れ、おい、なんだこれ。よいしょ、スピード重視、アンサートーカー、アンサートーカーの指示してなかったわ。まあ神戸新聞杯前にやっとくか。調教師は異形だからできるね。え、なんでこの右クリック反応しないの。イライラするな。こいつは直行ローテ、鉄砲ついてるから。おい、これか。はいはい、いや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 、決定、閉じる。で、まあ君なんだよな、問題は。まあもう海外は通用しないことがね、分かっちゃったんで、君も直行ローテかな。もうダダかぶりなんだよな。まあ前哨戦出てお金荒稼ぎするっていうやり方も悪くはない。セントウルステークスわざわざ出て、6週、いや5週かな。どう、ちょっと待って、疲労的にはどう。まあ6週にしよっか。あー、はい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 。で、これは8周。はい。
はい、まあこんな感じか。で一旦セーブ。はいはい、アロニキスデビュー戦1番人気サシウマ。もう先頭立ってるよ。突き放せ突き放せ。強いね。何馬身だろう、7かな、7馬身くらい、6か7、7と見た。はい、チャチャラチャ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 。ミッキークイーンとキングマンだからね、結構強いんじゃないか。上のクラスでも十分通用すると。スピグッとくるスピードがいいですねみたいな言わなかったね。スピードどんくらいだろう、 C くらいかな。あら、柔軟性、あマイルまで出れると。マイル出れるんだったらさ、マイル出ようよ。え、なんで、え、なんで出れないの。あ、え、なんで出れないの、これ中京、あー、あれ、え、中京2歳ステークスはないの。2歳の中京2歳ステークス、え、なくなったの中京2歳ステークスって。ないんだけど、なんか2歳のオープンの中京あったよね、なくなっちゃったのかな。函館になっちゃうよ、函館になっちゃった。パッ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 。あ、天馬人気マックスの仲良さになっちゃった。おほう、スノーベルベット、待て、ちょっと待ってね。スノーベルベットはいいか？イージスクライの方が、イージスクライとフェルガン B とか重要なんだもんな。じゃあイージスクライとミッドナイトさん、でもミッドナイトさんもうそろそろ引退だからな。イージスクライはもうアライドメロディー投手、なんか有名な馬いない？アライドジェスターにする？はい、まあじゃあスノーベルベットにするか。ベレレレエリモインク、待て、ヒンバかな、何歳ヒンバか。東海シュートにするか。ちょっと待ってね、イージスクライがボバだから、
超安定、精神強化、いや精神強化の方が大事かな。しょうがない。一旦セーブ。はあ、でオート進行で体が乗ってくれるかっちゅう。乗ってくれる。まあここ勝って休養かな。アルオニキスは9月4週って言ってたよね。2週か。パパラパパパパパパパ。一番人気。かかってくれるんじゃないの？新聞もグリグリ。調教は悪いね。調教は良くないね。まあでもミッキークイーンとキングマンの子だから。ハワイアンサミットとメジロウェル。まあ多分勝つんじゃない？ダイジェスト。あ、もう先頭いるもん。いや、エキスパートでもこんな安定して勝てるんだからすごいよ。次の5年後にはもう一個ランク上げよう。アルティメットにしよう。アルティメットに。ちょっともう安定して勝てるようになってきちゃったから、やっぱ届かないくらいがちょうどいいからね。届かないくらいがやっぱおもろいから。え走り方からすると絶対にダートの方がいいですね。え、そうなの？お前ダート馬だったん？あ、マジか。え、芝だとどっちも丸ついてたけど。え、それでもダートの方がいいんかな。いや俺ダートバはちょっと、だっているもん。ダートバいるもん。こいつダートで使わんといかん。1000から1800だから、まあダートで使う分には申し分ないな。まあもう一旦休息は確実。ダートか。じゃあここ使ってで、ここってこと？ダートか、ちょっとダートが多すぎるんよな。普通に芝じゃダメかな。いや、あれだな。芝でダメになったらダートに転向すればいいや。ちょっと当分は芝で使おう。重賞1600。これで惨敗したらこっち、勝ったらこっちみたいな感じ。8周くらい。あー、ちょっとやりすぎやりすぎ。8周くらい放牧させて、もう2000万稼いでるから賞金は足りるでしょ。セントール、はいはい。ダート馬だったか。ちょっと計算狂うな。はいはい。
でセール行こうか。ちょっと一旦セールで行く前にセーブしとこう。はいはい、セールで売る。これは売っていいね。アイスフォーリスの2024。ミキ君は売っちゃダメ。こいつ激強、めっちゃ強い。あ、なんか、え、大丈夫か。はい、シャキアも売っちゃダメ、強い可能性ある。サンライトアポリネスの子、誰かわからん、オーストラリアの馬らしい。こいつも売っていいな。レインフォール、ベーカバだとレインフォール、こいつも強い可能性あるけど、グレイシアがな、もうこれ売っていいだろう。あ、やめとくか。レインフォールとアイスフォレスの子だけ売っとこうかな。はい、池江調教師、いや堀球、ラブゾンリーミー。まあでもお守りないからもう自家生産もはかどってきたし、買う馬いないかな。売るだけ、いくらで売れたかなーって。わー、2億2000万、うわー9000万、3億、どんどんお金が入ってくるわ、困っちゃうな。9月1、9月に、あ、ちょっと待って、ミスター、9月2まで行こうか。いや、とりあえず9月1まで。おお、また速い馬が来たね。レインフォールの23、スピード A 以上確定。レインフォールの23、これだ、グラスワンダーだ。あー、バカ強いわ。レインフォールとミキークイーン、この2頭、いやでも同じ牝馬なんだよな。どっちかがボバだったらね、期待できるわ。激強、うん、うん、うん。距離適正伸びてくんねえかな。2400ギリギリだわ。オート進行で一周。はい、ムードメーカーとか出てくんの。お前距離適正1400じゃん、1200来ないでよ。いやー、ムードメーカーには勝てないよ。激強格馬です。サンダーマウンテン、いやもう来ないでよお前。毎日杯行っとけよ、そんでマイルチャンピオンズシップ行けよ。来ちゃったか。牧草はマックスに育てた。販路、はい、パパ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 パ、サンダーマンテンも敵じゃねえな。オリーブイーティーも敵じゃねえ。敵はムードメーカー、ただ一人で多分勝てない。ちょ、強すぎるムードメーカーが多分ね。ムードメーカー先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。さあ先頭に、あー、勝っちゃった。200m クイーンハート先頭、勝っちゃった。ムードメーカークイーンハート1着、ムードメーカーも敵じゃないんだ。これが G1 馬だ、クイーンハート、勝っちゃったわ。まあ距離適正範囲じゃないから能力減衰食らってる可能性あるにしても強いね。ムードメーカーに勝てるレベルか。ほほー、ひひーん。
傷のレベル4。クイーンハートにまたがっているとこの馬が何を考えているか手に取るように分かる。もう相棒やん、花嫁やん。雄一の嫁入りしたわ、クイーンハートが。誰か書いてくれ、雄一×クイーンハート。いいね、褒められちゃった。あー、ミッドナイトさん、アンサーとか。あー、まあこれは多分2着にも入れないね。1着2着3着3着かな。2着入ったらオンの字って感じ。一旦セーブしといて、まあ池添が乗ってくれる確証がないから。乗ってくれるね、ありがとうね。なんかあげるやつあるかな、究極試合で。パー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 、ないね。9月4週だからなんか使っときたいんだよね。古城と阿部、阿部使っとくか。あと古城、ミッドナイトさん、まあいいんじゃないか。ほい、パラパー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 。ネココネコロガール、ニックキ、1,2,3 並んでる。まあ2着入ったらもう勝ち。チロルシリウス先頭、内からネジロバルカン。チロルシリウス先頭、内からネジロバルカン先頭。アンサートーカー先頭を捉えるか。残り 200m を通過して、あ、なんかでもネジロバルカンさらに足を伸ばす。2番手アンサートーカー、あー、まあ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 、そうだね。1着でゴール、2着はアンビリーバブル、3着にアンサートーカー。これが G1 馬だ、ネジロバルカン。だって2400もギリギリだもん、距離適正的に。あ、他大差だ。え、すごっ。じゃあもう抜けてんだね、3頭が。3強だ、3強。ルイズ落ち込むな、そんなに。そんなお前が悪いわけじゃないぞ。その2頭が化け物なんだ。菊花賞には出ない、逃げます。どうせ勝てないんで。イージスクライ、ダート馬だね。あ、芝なんだけど。ダートじゃないじゃん。あれ、ダートって話じゃなかったっけ？違った？気のせい？クイーンハート競争寿命。もう覚醒だから競争寿命なんか無限みたいなもんなのにね。ユリのローズと四六時中べったり。これユリだね。ユリのローズだけに。牝馬同士。それいいじゃん。ギャルってのはユリと密接な関係にあるからな。クイーンハート、いやー、お前マジか。負けても懲りないか。いや、本番で負ける可能性大なんだよな。インデュラインにも負けたし。それで
アンサーとか天皇賞出れる？お金的に1億3000万、まあ、出れるだろう。イージスくらいダート馬じゃないの？スノーベルベットがダート馬か。イージスくらいは万能中で2000くらいかな。1200はやりすぎ、根幹距離とはいえ。関西だね。2000、あー、ここ、まあ1600でもいいか。これかな。はい、川田。ボーバー、あー、こっちカード乗せちゃったからな。中距離デムルメ乗せぐ。こっちか。まあ、デムロとりあえず乗せとくか。スピードパワー、いやでもこれ先行馬っぽいんだよな。ルメール乗せとくか。なんとなく先行馬っぽい。セールに出すか。ちょっと待って、一旦セーブして、引退する牝馬いないっけ。当分いないね。クイーンハートは当分走ってるし、まあいっか。グレシアで我慢するか。ちょっとね、あ、どこだ、ムードメーカーがね、怖いんすよ。いや、クイーンハートは差し。ミッドナイトさんは多い。ちょっと見ようか。え、あれ、新聞はどうなの？ムードメーカー一人だけ。伊坂さんだけ。見る目あるね。いや、ムードメーカーあるんだよな、マジで。本番さっきのインデュラインパターンあるからな。前哨戦は勝ったけど本番負けちゃうみたいな。さっきなんか完敗だったからな、インデュラインに。この馬にとってこの最内枠前走赤海直線の春の勢いをそのままに短距離 G1 連勝を狙います。果たして短距離の王座は守れるのか。クイーンハート、そこそこの人気を集めていますが、 G1 の大舞台直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日炸裂するか。テンラディンキー、もしかして一番人気俺じゃないの？決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり。一番人気クイーンズハートじゃないの？後位につけハイペースで行けばゴールが見える。ムードメーカー、大レースでこそこの鞍上の手綱さばきが光ります。名手に導かれて G1 ダッシュへ。ミッドナイトさん、ハープスターに乗ってた頃を思い出せ。カーダ、ちょっと待って。最速の名をかけて一番人気とか出ないんだ。競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝ロカロン戦。さあ G1 スプリンターズ。なんかゲレーロプレートのところに一番人気って書いてなかった？の警察シュール、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。タイムズコンダクト前に行きそうです。一番人気。それに続
いています。ミッドナイトさん、どうやら後方からの競馬、あ、なんかこいつっぽいよな。わあ、やっぱそうだ、一番人気ゲレーロプレートだ、こいつだ。クイーンズハートじゃないんだ。その横に日高エンド、前はゲレイドプレート、2番手はエアノオートブック。さあゲレイド、いやインデュラインだわこれ。後続も追い上げていきます。いや、うちの馬も負けてないか。ゲレイドプレート先頭、あと 200m、 これは完全に、いや予想外なんだけど、先頭です。お前、2番手はムードメーカー、ゲレイドムードメーカーにも負けたし、何お前、完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。今まで敵じゃなかった、レコード出してんだけど、ムードメーカーにも負け、うわマジか、へこむんだけど。普通にまあ、ミッドナイトさんはねしょうがないんだよ、パワーないし中山得意じゃないはずだから。いいなレコード。ゲレイロプレートって何、強いんだけど普通に。うわー、こいつ遅めだから成長しちゃったんだ。あー、夏を経て成長しちゃったか。短距離ではこいつが壁になってきてる。困るな。だってスプリントはこいつがいて、マイルはこいつがいるぞ。ちょっと短距離界に未来はないぞ。で中距離にはこいついる、こいつもいる。あー、架空は早く消えてくれ強すぎる。スワンステークス、いやもうスワンステークスなんか出ても直接行きなさい、あなたたちはもう賞金足りてるんだから。どうせスワンステークス出ても負けちゃうし、京都は得意でしょう、ミッドナイトさんは。あ、ごめんごめん、こうか、はいはいはい。この出るレースかぶってんのすごいなんかもったいないわ。デイリー杯なんか余裕で間に合っちゃったな。11月4週、10月5週かな最短が。それまで進めていいね、一旦セーブしてにしとこう。ほい、ありゃゾエ頑張れ。テイクオフには絶対勝てないじゃん、インデュラインにも勝てない、アウトオブアメリカは勝てない3着にも入るのはむずいです。テイクオフ、誘惑する青影、うわー乗ってない。アンサートーカーはというと、うわー1個くらい勝ちたかったな。サツキ賞2着、ダービー3着、菊花賞は出ないと。ふう、これはなんとも惜しい結果になりましたな。はいはい、ありがとう。ギャラは何でも全力だね、いいことだな。11月3、11月2、
川田まあ乗ってくれるか。で、ああやべ、気づいてよかったー。てか9月の段階で使っとくべきだった。1歳の育成度上げるやつ。あ、これも使いたかったし、どうしよう。これはまだ使うあれがあるから、ちょっと待って、1歳のやつから使おう。思い出してよかった。レインフォール、はい、とレインフォールとミッキークイーンか、ミッキークイーン、ヘニーヒューズ、おいおいおい、はい、ミッキークイーン左右にフラフラ、素晴らしいバネ、おー、いいっすね。で、4周かけて大きく、ちょっと待ってね、これで、ああ4周だから 1,2,3,4 11月、4周にまた使えばいいんだね。 OKOKOK。インデュライン、テイクオフ、アウトオブアメリカ、ネココネコロガール、アンサーとか、まあこれは勝てないから多分ダイジェストで見よう。ユニコーンライオン先頭、うちの馬どこですか。アンサーとか先頭、ユニコーンライオン、いい競馬してるじゃないですか。ここで先頭変わって、インデュライン、テイクオフ、迫る、テイクオフ、かわす、テイクオフ、ゴール、2着はインデュライン、3着にネココネコロガール、王座をかけたまさに世紀の大一番、この戦いを制したのは、こんなの無理ですよ、ちょ強すぎるって。ここの2人、ネココネコロガールも強いし、頑張った方だよ、頑張った方だよね。なんかさっきから負けて落ち込んでるけど、アンサーとか頑張った方だよ、声かけてやりたい、慰めてやりたい、お前は頑張ってると、あいつらがいなければお前が1位だと言ってあげたい。アンサーとか中山記念はね、まあ、出たところでなんで、舞ちゃん出ても1800か、でもこいつの得意なのか、まあじゃあ土佐回りしてもらえますか。すいませんね、真面目だって。うわー、なんか超悲しいんだけど、なんで真面目なやつが報われないの、悲しすぎる。3連勝したのにね、こんななんかチートみてえなやつらに負けて。メジロバルカンはまだしも、多分角金、待て、競走馬でもさ金とかわかんのかな、こういうのが載ってるのは多分金だよね。データ名馬列だ。ほら、架空馬だ。架空馬もしょうがないじゃん。で、メジロバルカンはどうなの？架空馬じゃないね。架空馬じゃないやつはもうしょうがない。けど架空馬に負けんのは納得いかないよ。
こいつもなんか架空馬じゃないぞなんだって、インデュラインって結構おなじみの馬じゃないの、このウイポの、ウイポおなじみの馬だと思ってたけど、こいつも架空馬じゃないっぽい。アウトオブアメリカは、あれなんか分かんなくなってきちゃった。なんか悪いのは僕なのかもしれない、アンサートーカー君。世界が悪いと思ってたけど、どうやら違うっぽいぞ。フェルガンビート、万能ターンだから1600まではいけるね。まあ、一旦ここにしよっか、一旦ね。多分間に合わないだろうけど、11月2週で一応セーブ、はい、でオート進行。ジャパンカップ知らん馬ばっかり、カーダが乗ってくれる。リグレス、これ多分負けるわ。これもね、激強格ウバ、牝馬3冠取るよこいつ。ビッグレーサー、あれビッグレーサーっていなかったっけ、こいつ格ウバじゃないぞ。サングレーザーか、俺がしてんのは。たららっチャ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 、行ってこい。パッパッパッパンパッパッパンパッパッパン。だって芝よりダートの方がいいらしいからね、こいつは。そんなの勝てないよね。あれ、なんか廉価かとか書いてなかった？あ、違う、余裕、こっちか。余裕だって。でも多分リグレスが勝つと思う、これは。なんとなくだけど。リグレス先頭、いやーでも勝っちゃうかもな。外からアルオニクス、リグレス先頭、外からアルオニクス、残り 200m、 さあ先頭は今度はアルオニクス、2番手はリグレス、アルオニクス先頭だ。こんなに強いのに本当にダートの方がいいんですか。いや芝でもやっていけるじゃんこいつ。リグレスに勝てるレベルだよ。めっちゃ強いやん。スピード能力は2歳馬の中でもトップクラスだって。最高、多分 S あるんじゃないか、マジで。とうとうスピード S の馬産んじゃった。クロスリングが勝ってたな今。ユリのローズ、クイーンハート、ミッドナイトさん、マイちゃんはムードメーカー、トラストス、トラスト、これなんて読むの、シャンノン、サンノン、トラストサンノーンかな。まあでもこれはムードメーカー 100%。 お、なんか曲違くね、かっこいいんだけど。ダッ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 、かっこいい、テンション上がるわ。なんでこんな曲違うの、三つどもえだからかな。かっこいいんだか。アルオニキス、朝日杯、キングマンとミッキークイーン。いやこれもう敵なしっしょ。スピード能力は A プラス、惜しい。 S にはいかないと。いやこれさ、スピード重視にして S 行かせよ。でアンサートーカーも
スピード指示、まあ、スピードが正義だから。スピード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 、スノーベルベットはできない。こいつもスピード、あお前できない、あーちくしょう、ほらあーお前もできない、あーちくしょう。え、ホリキューできないの？待って、ホリキュー、あーでも使ってる暇ないな、こいつらを育てないといけないから。12月以降だな。11月4週はこいつか、ルメールが乗ってくれるから大丈夫。舞ちゃんな、パッ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 。いやー、あのね、このムードメーカーってね、能力値の中でパワーが一番ないんだけど、パワーがないババだから京都とか得意なんだよ。だから勝ち目ないんだよね、相手の得意なババだし、能力は相手の方が高いしで勝ち目ないんすよ。一応見るけど、ムードメーカー先頭、リードは2馬身から3馬身、ケーブルダイヤトム必死に追います。この差は果たして縮まるか。お前が刺してくれればワンチャン。一気に後続がやってきた。2番手はミッドナイトさん、ムードメーカー無理だね。先頭はムードメーカー1着でゴール、2着にはどうやらミッドナイトさん、3着にクイーンハート。ムードメーカー G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。強いね、強いね、頑張ってんのに、うちの馬も。さすがにミッドナイトさん京都得意だね。ルメル乗ってくれる、イージスクライ1600、頑張れ。ミッドナイトさんは1800回いいかな。はいはい、もうこいつらは直接ローテかな。あ、ちょちょちょ、ほい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 、阪神カップ、阪神カップなんか出てもな、ゲレーロプレートいるし、まあ出てもいいけどって感じかな、正直。うーんって感じ。あるんだスピード、あ成長した多分。まあこいつは覚醒型だし、バンバンレースに出してっか。まだ2000でしょ、阪神カップ出そう。お金稼いできてくれ、オラに、オラにお金を分けてくれ。あー朝日杯、はいはい、フェルガンビート12月4週は間に合わなそうだね。であれ使っていこうか。はいはいはい、レインフォール少し広間に消したい。はい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 、ミキクイーン、オッケー。あとは新馬にこれを使ってもいいかもな。はい
アポロケンタッキーと、おお、すごいじゃん。ギニーグロリアーナ。うわあ。小雨？なんか小雨って映像じゃないけど、土砂降りみたいな絵だけど。エスケンデレアとシャキアの子供。調教は悪かったらしい。イージースフライ先頭、1馬身から2馬身のリード。サザンティータ2番手、手応えはどうか。残り 200m を通過して、あんまり突き放さないね。2番手はサザンティータ。イージースフライ先頭だ。イージースフライゴールイン。まあ雨の影響もあるかもしれない。3着にアルフィーネイエフ、1番人気に応えました。イージースフライ見事です。まあ、ルメール乗せようか。右回りのこいつも文句だよ。スピード能力トップクラスだって。こいつも A 行ってるわ。なんでこんな急に強い馬を埋めるようになっちゃったの。スノーベルベット、でこいつもさ、いやこいつはでもね期待できない。グレイシアの子なんだよ。でも超大物だったんだよな。でもグレイシアの子供だからね、正直期待できない。グレイシアっていうね繁殖牝馬がいるんだけど、スピード G なんだよね。やっぱ子供もスピード全然持ってなくて、正直期待してないっす。イージスか S なんだが、えこれ S の上はあんのかな。これS が最高なのかな。ちょ見えないわ。ちょ拡大できない。できない。拡大ってどうやんの。ちょっと待って、これ調べよう。ウイニングポスト9 2022。スピードこのゲームで最も競争能力に直結する。まあそりゃそうだろうな。いやー S プラスとか書いてないな。なんか画像、待て、画像で検索すればスピード S がなんか最高っぽいな。パンパンパン。いや S プラスあるわ。 S プラスあるね。あるわ。ってことは、うわー、阿部だから指示できない。あー、まあいっか、しょうがない。2000走らせて、いや、ここ関西か、関東、関東、関東だから、関西、そう、関西。いや、てか、スピード能力高いんだから、もう、ぶっつけ本番で重賞いっても、勝てるのではと思ったけど、やっぱり順を追って。年には年を、金の馬が出てるから、金徳の馬出てる、金馬。スノーベルベットはダートの万能。パンパンパン。
ああ、もうこっからは新馬戦ないんだ。まあ、一応ここに設定してるけど、7周じゃちょっと厳しいかな。ダートは、ほい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 、おい、ダートの大レース和田くんしかいないんだが。和田くんもそろそろ引退だろ。ベレベベベベベベ、フェルガンビート絶対12月4週間に合わないから、ここ行こうか。6週、まあ6週間に合うだろさすがに。12月1週、12月2週、12月3週、 OK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  で、ちょ、一旦セーブしてコマンド使いたい。あ、ちょっと待てよ、レース後の育成度を上げる。本当はこの2頭に使いたいけど、この2頭は後で、春だな、春に使う。で、今使っとくのは有効度、安倍とかすぐに、あー、50超えないね、ここら辺が。まあ、じゃあいいか。じゃあいいや。アンサとか一番人気です。 2.4 倍、ここ勝ってほしいね。ここ勝って中京、なんだっけ、中京記念じゃなくて、わあ強い。いや、なんとか G1 勝たせてあげたいけど厳しいだろうな。ちょっとこいつの出れるレースがちょっと激戦区すぎる。重傷の土砂回りしかできなさそう。 G1 勝たせてあげたいけどな。ダークレジェンド、ダートの架空馬、ミッドナイトサーモールドメーカー、アンサーとか根幹距離ついてんだよな。天馬ヘイロフト、日経新聞新春杯か。あ、てか休ませて日経新春杯走らせよかったな。まあでも2400でギリギリだからいっか。ここ金庫賞だ、金庫賞走らせようかなーって思ってたり思ってなかったり。5週明けて、はい、セーブ、もうセーブはこまめに。
ほいほら見ろスタコラ。あーお前か。これスタコラさっさもね、架空馬なんですけど、バケモンなんですよね。負け知らずのバケモンなんですよ。スタコラさっさか、そりゃスタコラさっさ選ぶよな。あースタコラさっさか。いいえ、川田乗ってくれんか。短距離短距離に剛腕は秋山だけか。川田、和田、北村、あー戸崎、ルメールはでもかぶっちゃうな。浜中俺結構好きなんだけどな、大レースつかないね。大レースかクラシックついてほしいんだよな。まあ一時的にルメール、いやこれはちょっとむずいね。秋山、秋山でも G1 なしでさ、この能力って結構強いね。なんだかモレイラかなんかがさ、なんか日本に来た時に騎乗がうまいのは秋山って言ってたよな。確かモレイラだった気がする。川田乗ってくれんか。まあ、じゃあ、まあ、とりあえずルメールで、とりあえずね。これさ、設定で これちょっとだるいからこうしようで、月末主将国は見るレース結果、あーどれかわからん。あ、これか。はい、見ない。月末収支は一応見る。こうするか。こうしたら多分早そう。早い。けどこれはこれで寂しいな。やっぱやめよう。なんかこれはこれで寂しい気がする。やっぱ見るにしよう。ライバル版も表示しよう。12月3、12月4、1月1は出れる。1月3、1月4。お前いつになったら出れるんだよ。1月3も多分出れねえじゃねえか、この調子だと。一旦セーブ。まあ、スタコラさっさにはちょっと勝てんな、 100%。 うわ金暖色クロー、これ架空馬ですね。ロドー、金と銀のお守り使い道なかったね。結局なんかもうその前に強い子供バンバン生まれるようになっちゃったから。チャッ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 
こんなに強いのに。え、な、刺し馬じゃん。え、ちょっと待って待って待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って待って待って、ちょっとタイム。タイム。12月2週。これ差し馬だったっけ？え、これ先行馬じゃなかったっけ？カーダ使ってるけど、そうだそうだ。差し馬だったわ。差し馬だったらデムロでいいじゃんね。短距離 S、A マイル S、まあ、ゾエでもいい。池添でもいいわ。福永でもいいわ。風車ムチ乗り換わりついてるし、乗り換わり風車ムチ芝、まあでもちょっとゾエに頼りすぎなところがあるからな。デムロイとか、もうゾエにはアンサートーカーに集中してもらおう。ムードメーカー香港でも勝ってる。リグレス勝ってたね、ジュブナイルフィリーズ。デムロ、やっぱこういう時は乗ってくれるんだ。デムロ強い馬には乗ってくれるね。パッパッパッパパッ、いやー、ちょっとスタコラサスはね強すぎるよ。だって無敗で競争人生終わったりするもん、平気で。当然のように。歌方先頭、外から勢いよくスタコラサッサ先頭、アルオニクス足色は十分、前に迫れるかスタコラサッサ先頭。いや頑張ってるけどね。こっから差が縮まらないのがやばい。先頭はスタコラサッサ、1着でゴーリン、2着はアルオニクス、3着にテンマーピグラム。スタコラサッサ完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。これ上がりとか出んのかな、わかんのかな。配当、いや上がりはないのか。ただもう差し馬と同じペースで上がってるもんね。最後ジャスタウェイ、これはもうしょうがない。川田はそっち選ぶわ。そりゃふくながさん頑張ってください。 いえ、ふーさあこらさあ眠くなってきたな。この1年で終わるか。今日は1年しか済まなかったな。馬が増えてきちゃったからね、時間はかかるよね。アーリントンさ、どこだろう。これだ。あー、立冬だ。じゃあアーリントンかぶる。アーリントン出るって笑っちゃった。アーリントン出てもじゃあ意味ないね。主戦はデンムロにしとこう。カーダもう乗ってくれないから、まあこっちかな。あ、でも金なんだね。スタコラサッサ虹じゃないんだ、あんなに強いのに。ニュージーランド行ってからの NHK マイル。7周。強いんだけどな、この馬も。
はあ、悲しい。フェルガンビート全然間に合わんない。1月3週大丈夫かこいつら。ペレペン、ペレペペ。いやー何に使おうかな。こいつと、まあでもアロニキスにもう使っても意味ないことが分かっちゃったからな。あ、思い出したわ。こいつスピードはあるけど。サブパラが微妙なんじゃなかったっけ？違ったっけ？違ったか？何使おう。2個使いたいんだけど、有効を深める、これは取っときたい。賢さをものすごく、うん、多分スノベルベッド賢いと思うんだよな。超大物っていうくらいだからサブパラはあると思うんだよね。まあ無理して使わんでええか。ここら辺は春使えばいいし、あー仕上げて新馬戦間に合わせてもいいけどね。それもあり。武田と島村、そしたらまあ休憩しよう。うん、それも今する必要がないな。いっか、間違えた。はい、チャチャチャンチャチャチャンチャチャチャン。ゲレーロプレート、優しいかな。ちょっと待ってね、天魔電機はもうどうせ勝てるから。サンダーマウンテンももう敵じゃないから。ゲレロプレートだから。時代はこいつが強い。短距離ではこいつが厄介だ。先頭残り200メートルを通過してサンダーマウンテン追い上げてきた。嘘。サンダーマウンテン抜けた。2番手はゲレイロプレート。あちゃー、これサンダーマウンテンが育ってきちゃったやつだ。もういよいよだ。サンダーマウンテンにスタコラサッサにゲレイロにインデュラインにで香港カップ勝った。名前を忘れちゃった。短距離界はもう終わった。終わりだ。全盛期だ短距離界は。今全盛期。過去最高に強いメンツが揃ってる。わあめっちゃ。ミッドナイトさん、クイーンハート。苦手克服って何？ああ。はい。アポロルーツ。両思い、それいいじゃん。ライバル関係はメジロバルカンとアンビリバブル。うわ悔しい、俺もいたのに。俺もいたのによ。
クイーンハートが 2勝してるね。秋は1回も勝てんかったか。川田、池江、飯田潤って誰なんだろう。なんかダートめっちゃ出てるよね、この人の。ユリノローズ、ラナウェイ、プライド、スタコラ、サッサ。あ、クイーンハートが受賞してる。でも来年はできないね。悲しいね。今年までだね。テイクオフ6戦6勝。バケモンや。引退してくれ、早く。まあ、成長型早めだから、フラミンゴ、エプソム。引退してくれる可能性はある。わっ、ラブオイエンじゃない。ウィッティキュリア、ウィッティキャリアかな。コーリアかな。まあ一旦セーブで。はい、手続き自分でする。おお、まだ出れるか。じゃあ出よっかな、ミッドナイトさん。はあはあ、めっちゃ強いのにな。 G15 勝せめて6勝いきたいね。あと1勝がノルマ、そしたら銀のお守りもらえるはず。はい、シュボバ入り。あ、シャトルラン、いいよ。シュボバ入りしとくじゃん。はい、テイクオフ。あ、引退したね。アウトオブアメリカ。レッドルゼル。非根幹。根幹よりいらない。非根幹。うわぁ、買い、あ、人株か。ゴールドシップ、ゴールドシップ買いてー。ユーバーレーベン。まあ、買ってる余裕は正直ないよね。本当は買いたいけど。お、なんか高くね。いや、そんなか。はい、スノービビアン G プラス、さすがにいらない。シュボバ今季24頭、スクリーン18頭。いやー、でもちゃんと頑張ってるわ。本当に褒めたい、褒めてあげたいこいつを。あ、そっか、アンビリーバブルがスクリーンヒーロー3区だから。じゃあワンチャンある、もしかして。ベスト3。あー、ユーイチ引退しちゃった。俺のユーイチが。はい、アイスフォーリス。コメントは結構いい雰囲気、売却で。グレイシア、コメントは大物。ちょっと待ってね。入球。あー、これスピードないパターンですね、多分。そう思います私は。なんでこいつも売却で。でシャキア、結構いい雰囲気、これ売却で。ミッキー君、結構いい雰囲気なんだけど、二重丸なのにクソなえる。これじゃあレインフォールだけか。超大物だって。こいつだけだ期待できんの。
や、それとも、こいつの相馬眼が良くないのか、相馬眼って呼ぶのか分かんないけど、馬を見る目がないのかもしれない。ということで、この3頭は使います。このね、預けるときに、おおみたいなのが出ない人がいる場合は、なんかあんま強くないと。これはね、攻略サイトに書いてたとかではなく、俺調べ。過去のウイポでは、そういう傾向にあった。スピードがないパターンが多かった。王がついてない時にはサブパラ優秀だけど。ということでグレイシアは売ります。この3頭かな、ダートダートマイル芝ダート、山野は2歳戦に強いところに預けたいな、早めだから。青島か C、 でも預けすぎだな、 C かな。いや預けすぎだな、同じところに。古城、岡原、山野、ちょ立冬も育てたいな。ちょこいつは強いかどうか分かんないから、立冬に預けるか。片平流星か篠原良一は美穂だから、片平流星に預けよう。で篠原良一に預けよう。でこっちを片平流星に預けよう。ちょ若い調教師を育てていこう。でレインフォールだけガチなところに預けよう。理由は強いから。もうそれ以上でもそれ以下でもない。堀球か、あーでも畏敬なところには結構預けてるから、堀球で、あと名前、ディスクリとアイスフォールボバ、なんかかっこいいのがいいな。サーガメイデン、ラバー立山、バンバンフロンクホルスト、9文字じゃないな。テンプルサプライズ、キャッタープライズ、ビヨンド、これ名前が時間かかるんだよな意外に。ケニー・ショーマ、ラスティングスー、ラスティングスーク、This is a pen とか、なんかそういうふざけたのでもいいな。ディスティネーションってどういう意味だっけ？なんか今パッと浮かんだわ。
旅行目的、旅行先のこと。デタミネーションは？ディスティネーションから派生した。デタミネーションは？決定、決断力。ちょっとかっこいいじゃん。デタミネーションってあったよね。うわぁ、今年の春はどこに行こうかの人、なんだっけ名前。ヒルクライムだ。ヒルクライムの歌であったよね。デタミネーション。デタミネーション。はい、デタミネーション。デタミネーション。ミッキー・クイーンとヘニー・ヒューズ。あれ、ヘニー・スプレンガーってなんだっけ。あれ、コニー・スプレンガーか。うん、ヘニー・スプリンガーにしよう。なんか気に入った。コニーの女版、短距離だしちょうどいいんじゃないか。え、スプレン、ん、なんだ、コニー・スプリンガーか。スプリンガーガイ、ヘニー・スプレンガー、ヘニー・スプリンガー、ヘニー・スプリンガー、いいじゃん。コニーの妹みたいな、そういう設定。こいつはガチリタイ。こいつは化け物の可能性ある。化け物の子。うわ、男だったらワンダーボーイでいいのにな。オーウェン。オーウェンでもよかった、男だったら。レインフォールとグラスワンダー。リリウム。ちょっと自動で見てみるか。スクリーン。アベイゲイト、ベイゲイト、あ、いらないな。ゴールティフラムズ、フラムズ、タイモア、シンキングクラス、ソウシンオルシニ、イージーメモ、チロルグリレット、チャペルサラミニア、バビンカザイオン、アルマニアってなんだっけ。アルマニア、なんかアルマニア、あれ、アルマニア、アルマニア、なんか企業が出てきたぞ。そういう企業があんのか。携帯の、携帯の会社でアルマニアっていうのがあるらしい。ちょっと違う。なんかもう、なんかすごい威厳のある女。威厳のある女。クレオパトラ的な。パトラでいいじゃん。パトラにしようぜ。グラスパトラにする？打足だな。パトラでいいや。クレオパトラから来てます。もうこれでいいんじゃないか？結構いい雰囲気だからいらないと。え、遅くとも、大物なんだけどな。デタミネーションがいきなり。なんでよ。おい、ルメール。
前も乗せねえぞそんなことしてたら。まあ松岡でも別にいいか。いや勝てんかな松岡じゃ。あおお、難易度変更もう来たか。あ5年そういうことか。5がつく年か。5と0の時か。いやまだちょっと早いな。だって今スターフォースに負けてるとこだもん。ちょっと5年まだいいかも。まだエキスパートでいいかな。アルティメットはもうちょいなんか G1 勝ちまくりみたいになっちゃった時でいいや。クラシック路線に適性のある2歳はいないってなんか悲しいんだけど。パトラとデタミネーションはな、パトラだけでいいかも。オリーブブルック、パトラ牝馬だから男馬とイチャイチャしたいんだよね。投資海外、待って海外遠征つけときたいからトゥルーナインにしようで、お前ら強いかどうか分からんから、インデュライン、インデュラインと仲良くしとき。クイーンハートで、4周でいいか。はい、まあスピード能力でぶっちぎってくれたりせんか。フェルガンビートは育ててもよかったかもな。ちょっとこいつはね、まだそんな2週間後にデビューとかできる状態じゃないな。これでいいか。ここで、はいはい、でセーブ、はい、よし今日ここまでかな。ああ楽しかった。まあ G1 も勝てるようになってきたしいいんじゃないですか。ではまた明日。お疲れ様でした。